ものすごい高コストな建物だこれ。本当に困ったらまずここを壊そう。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ホミチンです。兄貴です。よしです。よろしくお願いしまーす。お願いしまーす。さあ、はい、前回ですね、うん、ターンボを作ったんですけど、うんうん、ちょっとね、収録外で、うんうん、ターンボをちょっとアルティメット化しちゃったんですよね、僕ら。だいぶ作り込んだよね。残業残業で。ほんとしんどかったんだけど、これ。一応ね、多分サムネ用にちょっと、うん、もうちょっと凝ろうぜ、みたいな感じで、うん、やり出したら、こんな感じになりましたね。そうやね。サムネ映え命でやっぱ、やってますからね、うん。いやでもね、サムネがいい時と悪い時のね、やっぱ再生数はね、1.5 倍ぐらい違うからね、やっぱ。違いますよね、うん。うん、違う違う。期待値がやっぱそうさせるんでしょうね。そうなんだよね。うん。で、はいはい。もともと、田んぼを作った理由としては、はいはい。たくさんの小麦を牛たちに食べさせて、額縁のための皮を取りたいと。そうね。皮剥いでいきたいっていう話だったんですけど、はい。皮剥ぐなら、やっぱあの、ドロップ増加3をつけて、わっさわさ取りたいじゃないですか。まあ、どうせね、命をいただくなら、たくさんいただきたいよね。はい、うん。増やすにもやっぱ、その、時間もかかるじゃないですか。まあ、牛がね、増えるのに時間もかかるね。うん、ので、効率よくやるには、ドロップ増加3が欲しいと。はいはいはい、ね、エンチャントテーブルもいつでも作れるんですよ。あ、ダイヤルもんね、要塞でね、はい、手に入れたので。はいはい、エンチャントテーブルは作れるんですけど、うん、ただ僕今レベル3なんですよね。ああ、あのエンチャントレベルが、はい、はい、レベル3。ほんならまあレベル上げないかよね。そうなんですよ、レベル上げをしなきゃいけないってことで、うん、はいはい、今日は、うん、トラップタワーを作ります。ただし1日ではない、かっこということで、へいへい、トラップタワーをね、うん、作っていきましょう。はい、トラップタワーだから、うん、ま、天空に作るよね。そうだね、天空に作りたいんだけれども、うん、あそこにさ、はい、森があるじゃんね。はい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 、メガゲートのあるところ、あっこをさ、もうちょっとなんか森化したいというか、ええ、なのであそこにどでかいドーンって木を作って、その上にトラップタワーがあるみたいな、はい、木造で。なるほど、あっこに作ります。うん、うん、そうそう、そこに作りたい。クレーモンでめっちゃモンスター下に湧くから。あ、でも天空作るから天空にいるときは下に湧かないよ。うん、ちょっとなんかランタンをさつけたらおしゃれだから、まあそれは後でいいか。下に降りたときに敵がおったら狙ってほしいもんな。まあそれはそうですね、欲しいですね、ね、うん。たまに生えないアカシアとかあるけど、これ日が当たってないからなのか。あ、これは他の木の葉っぱが邪魔ってことですね、うん、あー、そうなんだ。そう、入り見立ってるから、うん、あ、そっか、アカシア上にちょっと伸びるから横に。そうそうそう、埋まっちゃうのせいかあるし。なるほどなるほど、明るさの適性が分かるんだよな、この影モッドだと。明るさの適性分かるモッド入れたらいい、いいと思います。ていうか、あの、あれ欲しいんだよね、うん、俺方向が分かるモッドが。ずっと言いますよね。そんな迷うことないですよ、だから。っていうのも、F3 でデータ出した時にすげえ出るじゃんね。あ、そうっすね。はいはいはい、はい。左上に XYZ とそのぐらい出てるモッドがあれば、それが一番いいなと思って。まあ、いらん情報は本当にいらんすから、ね。そう、いらん情報を消したいのかな。暗い。暗いよ。うん、はい。おはようちょー。こんにちはー。もうこんだけ近くにものあったら、干渉して苗育たんやの、これ。ああ、ここは育たんね。一回、普通にもう原木でズドンって行くか。まあ、それでもいいね。それしか無理やろ。うん、うん、そうしよう、そうしよう。3×3 の、ね、ここを正面取った方がいいですよね。うん。ネザーゲート。うん、そうしよう。ああ、なるほど。うん。真ん中くり抜くんやったか。ああ、そうね。これが真ん中だよね。ここはね、ここでじゃあ一旦育てましょうか。うん、高さどこまでやったっけ。地上が今70から
ラス128するんで72+128、200ですね。200のところが待機部屋、うん、あれこれ 3×3 じゃなくていいの？ 2×2 にして後で足すみたいな。はははは、うん、行きます。はい、行けー。あれ短くない？え、短え、こんなんなの？あ、上はあるわ。でも結構あるわ。でも葉っぱが結構下の方についとっただけで、ね、びっくりした。大外れ、ね、結構大外れかと思った、うん、ねえ、うん、ケニアと、うん、削らないか真ん中も絶対被ってくるんで腹立つな。ね、ね、よし、コップ。ういういがねえな、もう。あー、うん、ちょっと私原木が原木ですね。原木ワンスタックだな。やばいな、これ届っけ、これ111やぞ、まだ届かん。これは全然届かんか。これはやばい。苗木育てて作って刈らないかなですね。うわ、高い高いですね、もうすでに、うん、めっちゃ下まであった、これ。そこだけ全然埋まってなかった。びっくりした。そう、Jがね、言ってなかったですね。J ちゃんですよ、これ。うっそー。あ、いたんちゃうと思ったけど。くそー。ノンチャンスでしたね。ノンチャンス。ノンチャンスやったなぁ。ちょっと原木をください。はーい。あー、来た。はーい。あー、来た。あ、やべ、あー、いました。ふわっとでしたね。今のは、うわ、ちょ、ま、マジ暗いな、ちょっと見えんな。暗い、寝るわ。おはやちはー。おはやちはー。そういえばさ、こみち、ガラスのさ、枠の色がさ、違うって指摘あったんやけどさ、こみち、これ今、黒枠に見えとる、これ。ガラスのさ、枠の色がさ、はい、おっさんとこみちで違いますとか言って言われとったんやけどさ、これ今、枠何に見えとる？黒に見えとる。白ですね。ゼウスいくつ使っとる？ゼウス11ですよ。あ、11か、女一緒やな。黒、うん、黒枠なんだよね、ガラスが。わかんねえ、どう見ても11ですね。わかんねえ。リソースパックの方ですか？いや、リソースパックもだって俺バニラ PBR1011 チップってやつになってない。はい、ね、なってるよね。なんで黒枠になるんだろう。デフォルト白ですよね。デフォルト白だよね。で、あの、何も変えてないんだけど、で、設定も一緒だしな。小道にテキストデータであげたね。そうですね。ねえ、アランディさん、衣装か。あ、これ苗木を、葉っぱから生まれるの？普通にハサミじゃなくて手で削って。あれして、これあれ、俺のさっきアイテムって下で俺散ってまだ残ってるよね。あれどこ行った？あ、ここにあるか。どうやってもかな。これ降りたら死ぬしな。降りたら死にますね。あ、じゃあ一回はしごで降りて、僕ネーム見るんで、そこって言ったらこれ、ね、うん、掘って穴開けて。あ、めっちゃ落ちとるじゃん。これ葉っぱの上としなへんとか、ね、あ、ないの？ないっす、ないっす。パサってならへんの？アクション映画とかなら助かるんですけどね。助かるよね、これ。こっからどうぞ。ありがとう。 Thank you。 めっちゃ散ってる。原木を採取するか。うん、
万ももうエリトラでピューンって上から取りたいわ。エリトラ手に入れるまではまだ手順があるね。そうですね、ないね。あ、どっかでスケルトントラップはないです。スポーナー、どっかありましたよね。あれってでも遠く行ったとこじゃなかったでしょ。そうだったか。あ、そうね、もう忘れちゃったね。あ、めっちゃ落ちてくるよ、苗木。ほんと、あ、いいね、うん、まあでも、そっか、スケルトントラップ作らんでも今回のトラップタワーがその役割も担うわけですよね。そういうことや。全然使わんかったもんな、前シーズンなんか下に作ったスケルトントラップみたいなやつ。あれ起動してなかったそうだ、あんまり。作っただけだよね。本当に、ああ、ありましたね。何のことやろうと思った、うん、今一瞬。ねえ。記憶からも抹消されるぐらいの。はい。根詰まりもすごかったし、なんか。ねえ、作ったらちょっと遅かったっすよね。あ、すっげえ落ちてる苗木。そうなんですよ、今回なんかめっちゃ落ちてるんですよ。あ、次24個さっきのとこですよね。うん、僕もそこで12個ぐらい拾ってるんだから36個に増えたんですね。めちゃくちゃ増えたな。上の部分さ、最後さ、葉っぱ残して作ることはできる。ああ、頭にあの葉っぱがねえとなんか変かなっていう。なるほど、うん、途中もないなんかおかしいですけどね、これも。途中に枝もつけていこうか。そうですね、うん、つけていこう。巻き潰ししつつ、ちょっと枝つけてった方がいいわ。枝つけるのもこれ至難の技ですね、これ。そうだね、死者がたくさん出るのこれ。エリトラないし。足場ブロックがいるな、そうだ、ね、一番上まで作っちゃってから後で枝作ってってことだよね、バランスに。あ、まあそうですね、先にトラップタワー完成させてからやった方が多分。はい、はい、そうしましょう。いやですね、はい、兄貴さんの言う通り、おっしゃるかなり。あ、めちゃくちゃ木漏れ日が綺麗だ。押して殺すとかなしですかね。そうやね。それ何、振りかそれは。いや押して殺して J がないとか言われてもそれはそれはないですってなります。ようやるやん、それ自分も。なあ、力するな。そうですね。夏ゲームがない時でした。ある時やったよな。あ、なんかあったな、それは。あのピラミッドのとこでさ、あったわ。だろ、じゃあやられてもしょうがないな。おっとー、びっくりした。今すげえカクついた。なるほど、つまり兄貴がやってくる可能性があるというわけやな。今の高さは146。あ、結構来ましたね。うん、くそべやめろでもおっぞ。おい、おい、おい、すごい高コストな建物。本当に困ったらまずここを壊そう。あかんよこれは。資源に困ったら。
あとなんか戦争中、うん、なんか結構政府もめちゃくちゃしたんですもんね。ああなんかね、鍋とか鉄棒を全部壊して、うん、戦争中じゃねえで小道今平和な日常を楽しんどる。これで高さが今186。お、あもうちょっとじゃん。うん、上上がってくる小道。もう行けますか、育てずに。葉っぱめんどくせえし。あーいいよいいよ。200、ここは処理層ですね。ほうほうほう、なるほど、来たね来たね。で、上をどうするからね。そうね、いやー大変やったな。結構大変大変でしたねあ、すげえ、渓谷がなんか、うん、爪で引っかいたみたいな感じの。あ、ほんとやほんとや、うん、ほんとやね、綺麗やな。ハンキー吸い込まれてた結構いてライフ半分ぐらい減るねそやろ、ほんと痛いんや。よいしょ、オッケー。これでも畑綺麗やな、馬もいいな、うん、馬のとこもいいな。いい、ね、僕らが手掛けたとこ全部いいっすね、上から見た感じ。そうやね、うん、上から見るとやっぱすごくよく見えるね。下に反り残しの葉っぱがいっぱい。あれもういつかなんかあれじゃない、使えるじゃん、枝かなんかに枝かなんかつけてさ、ええ感じになんか処理できるかなと思って、ね、うん、そうですね。じゃあそんな感じで、はい、明日もちょっと交渉作業になりますので、死なないように安全第一で、うん、はい、そうだね、やっていきましょう。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。おさんの会